ちそうさまでした。いや、誘ったの俺だし。佐藤君、誘ってくれてありがとう。私すごく楽しかった。飲みに行くのもそうだけど、その前準備っていうか、普段しないことをたくさんしたから。お買い物したり、女の子たちに相談したり。そうか。佐藤君は優しいし、私にいろんな新しい体験をさせてくれるのね。いつも本当にありがとう。佐藤君、よかったらずっと一緒にいてね。俺もずっと一緒にいたい。すまん、酔った。いや、酔ってない。やりすぎたが、そういうことだ。じゃあな。すみません、タクシー1台お願いします。八千代、それで帰れ。じゃ、うん、いつもの佐藤君だ。